株式市場に大きなうごめき、バブル指数がとんでもないことに。こんにちは、米コ経済解説経験、YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。モトリーフールの昨日の記事にて、マネーサプライが1929年世界強行以来の歴史的動き、株式市場に大きなうごめきが近寄ってきているというタイトルの記事が発行されました。これは X でもポストしましたが、1929年は世界強行により S&P500 が84.8%の暴落を経験 経験しましたが、ナスダック100はそれ以上のさらなる暴落を受ける可能性があります。なぜなら、S、S&P500 よりもナスダック100の方が NVIDIA や Microsoft Amazon など大型ハイテク株に集中しているからです。私は、俺は全米株やオルカンなどに分散投資しているから安全地帯にいると勘違いしているかもしれませんが、そんな保証は全くありません。最も資産を分散していると思われているオルカンでさえも、Google、Apple、NVIDIA、Microsoft と Meta、Amazon、Tesla の頭文字を取った。 GA NMMAT ガンマットだけで日本フランス中国イギリスの4カ国のウェイトを余裕で上回っているんですですのでこれだけ分散投資をしていると信じていたオルカンでさえも大型ハイテク株に集中しているんです実際一部の大型ハイテク株が急上昇しているおかげでシラー per は現在1929年の世界恐慌前の31.48を余裕で超えて今月34.5に達しましたそんな中米国最大の銀行のトップジェイミー ダイモン CEO ゴールドマンサックスのデイビッドソロモン CEO 債券王のジェフリーガンドラックなどのウォール街の巨人たちがみんなリセッションを警戒しているのに一般投資家は株価上昇により自己満に浸っているという見出しの記事が発行されましたただ彼らも今すぐ暴落が来るとは考えていないようです現在米国政府は大量のばらまきをすることでリセッションを先送りしている状況ですがこのばらまきの正体はすべて借金です現在の米国の借金総額は34兆5 5000億ドルとなっており、これは中国、ドイツ、日本、インド、イギリスの経済規模を全て足した額に相当するほどの額となっています。借金をすればするほど金利も増加することになりますが、この金利を支払うために借金をさらにするというデッドスパイラルにはまっている状況です。これにより100日ごとに1兆ドルのペースで政府は借金をする必要がありますが、これは1年間の日本の国家予算を余裕で上回っています。果たしてこれは持続可能なのでしょうかそれい そそもそも米国経済はソフトランンディングがでできるんでしょうか本日の物語の入り口は米国のの消費者センンチメント想定外の下落という記事から始まりまりすここ数日間動画を出すことができませんでしたがミシガン大学の消費者センチメントの結果では速報値の79.6から76.9に低下したことは非常に重要な意味を持っていますこの下落幅は2020年3月以来の大きさとなった2020年3月というとコロナショックが始まった時ですが重要なことはもし 多くののの人ががソフトトランンンンディングを信じ込んんでいるるるだとするとすすそれが最も先行するのはこの消費者センチメントなんですなぜなら経済を動かしているのは金融トップでもなく財務省でもなく FRB でもなくなんなら雇用統計単体でもなくインフレでもなく消費者なんです消費者が何をするのかによってもしくはどう考えているのかによって経済は動いていくんです仮にソフトランディングが現実化しているんであれば消費者は将来を不安に思うことなくどんどんと支出していくはずですそして今回発表されたセンチメントで ではそんなな傾向は一切なくむしろ将来についての雲行きが怪しくなってきたというのです2月初旬の統計データは2021年7月以来の最高値となったガソリン価格は月末にかけて著しく上昇したが最終調査では何が原因で2月26日までセンチメントがこれまで悪化したのかは明らかにされていないつまり原因はともかくとして2月に何かが消費者の考えを大きく悪化させたことは間違いありません通常消費者がソフトランディングを達成できと できるんだと感じるための大きな要素として労働市場がありますしかしながらその労働市場は全くもってソフトランディングができるなんて思っていないようですこのチャートをご覧くださいこれはアホがミシガン大学の消費者センチメントで左軸赤は失業保険継続自給者数を右軸で対数表示にて表しています赤は単純に現在失業している人の総数を表しているとお考えください基本的に消費者のセンチメントが改善して高水準を維持している時というのは将来について明るい兆しを持ち 消費を活発化させるためこれにより企業も潤沢にマネーが行き届き労働市場も健全さを保ちますしかしながらその逆になるとどうなるのでしょうか消費者のセンチメントが下落するときは赤の失業者数は急増するんですつまり青減少で赤増加が発生するんです失業者数が増えれば消費するマネーもなくなり需要もなくなり物価は下落していき最終的にグレーの領域が示すリセッションが始まっていることがわかります1990年の SL 危機2000年の IT バブル崩壊 2008年ののリリーマンンシショョッック毎回リセがが起きるるといいうのは青減少で赤増加が発生してこの数年間消費者センチメントは改善の兆しを見せていて多くの人が首をかしげていたんですだって消費者センチメントも改善しつつ同時に失業者数も増加していたのでこれまでと全く逆の状況が見られていたんですそれでもソフトランディングを願う多くの人がセンチメントは上昇していくに違いないと思っている矢先これからも上昇していくのかと思いきやここに来て予想外 の下落を見せたんですしかもその下落幅は2020年3月のコロナショックぶりだというのです現状指標は先月79.4に低下し期待指標も1月から75.2に低下した個人資産に対する消費者の期待も軟化したことで耐久剤の購入状況も悪化したなぜ耐久剤の購入状況も悪化して資産に対する消費者期待も軟化したのでしょうかすべては労働市場に原因があるんです彼らの多くは9割方は基本的に買 会社からの給料によって収入を得ていますが労働市場が悪化すれば収入や雇用に対して不安を覚えるようになるんです労働市場に不安を覚えるようになれば消費者は支出をやめるように全ては労働市場に帰属するんですこの収入、労働市場がまず大きな要素となりますがもう一つ消費者が影響を受ける要素があります収入に対して支出する部分で入ってくるマネーに対して出ていく分ですつまり物価でこの物価を司る最も大きな要因がガソリ 価格となりますこのチャートをご覧ください。これは青が消費者物価指数 CPI で左軸。赤はガソリン価格を右軸でどちらも前年同月比にて表しています。基本的にこの青と赤は相関関係を示しますが、このガソリン価格がここ最近思ったように下落しなくなってきました。下落しないどころかむしろ上昇の兆しさえ見せています。それは原油の生産元の OPEC が原因なんです。そしてこれはさらに悪化していくことになるんです。次の物語は OPEC プラスが減産延長ロシアも取り 取り組みを強化といいう昨日発行された記事に移っていきます原産というのはつまりエネルギー価格を高くして産油国の利益を確保しに行こうという流れですがこれは同時にインフレも再燃する方向に行きます。ですのでパウエル議長にとってはこれは起きて欲しくなかった事態でインフレ再燃は今後の金利上昇につながりあらゆるセクター特に金融業界での損害はさらに広がる方向に加速します。サウジアラビアなどの加盟国の声明によると規制としては1日当たり200万バレルの減産を6月 月末まで継続する方向だが実際は100万バレルの自主減産を実施していくロシアは輸出よりも生産削減に重点を置くことで役割を強化すると約束したフィッチレーティングによるとリアドは未来都市の実現やスポーツトーナメントなどを実行しており経済変革に数十億ドルを費やしていることもあり1バレル90ドル以上が必要になっている同盟の最大のパートナーであるロシアもウクライナとの戦争を継続するための収入源が必要となっているこの1バレル 90ドルを成し遂げようとする産油国の動きは米国だけではなく世界中にはびこっているインフレにとって非常に大きな問題となります先ほどもお見せしたガソリン価格と CPI の相関性を見ていただいてお分かりいただけると思いますが原油価格は CPI に直接的に影響することになりその一番の被害者は米国経済を牽引している消費者なんです現在もうすでに失業者数が増加し始めているこのタイミングでは多くのアメリカ人が今後の経済について失望し始めるています 始めておりそれに加えて物価がまたしても増加するというのは文字通り板挟み状態なんですそうなれば彼らができることは2つでクレジットカードで限度額の上限まで借金をするか支出を限界まで削減するしかないんです両国は国営メディアで昨年実施された削減幅をさらに拡大することを約束した上でこれらの原産は第二四半期以降で市場の状況に応じて段階的に戻されると述べたと言っていますが残念ながらそうはなりません要は 需要が回復して原油価格が今以上に上昇すれば減産を段階的に止めていき通常状態に戻すということを言っていますが残念ながら需要が回復することはありませんこのチャートをご覧くださいこれは青が消費者センチメントで左軸赤は原油価格 WTI を右軸にて表しています先ほども申し上げた通り今後消費者センチメントは時間をかけて下落していくことになります基本的に青の消費者センチメントが減少していく過程の中では赤の原油価格は上昇する傾向がありますが どこかで消費者は限界を感じ、また一方で労働市場も悪化していき、需要が減少し、最終的に赤の原油価格は大きく下落していくんです。おそらく今後赤の原油価格は短期的に上昇する局面はありますが、どこかで腰折れし価格崩壊を見せることになるんです。これにより FRB のパウエル FRB 議長は完全に追い込まれることになるんです。 今週は上院と下院で議会証言がありますが、このインフレ再燃と需要崩壊の狭間の中でパウエル FRB 議長は利下げのタイミングについて厳しく追及されることになります。果たして、この一連の仕事が片付いた後でパウエルさんは FRB 議長の座に残ることはできるのでしょうか次の物語はパウエル議長民主党から金利について共和党から銀行規則について圧力をかけられるという記事に移っていきます。圧力は通常どちらかの側から来るが、今回は FRB 議長 RB がより派になっているためおそらく民主党からの強い圧力が想定される彼らは経済が誤って悪化することは望んでいないなぜなら悪化は急速に広まるからだこれは民主党にとって大きなリスクとなる大きなリスクとなるのは民主党だけではなく我々米国株投資家も同じですそして残念ながらこの悪化は急速に広まりますがもうすでに始まっているんですこのチャンネルのコメント欄は毎回見させていただいていますが中にはもうすでにリセッションに入っているんではないかとの書き込みもあり 確かに失業者数はもうすでに上昇し始めていますが、どこかでこれが一気に加速するタイミングが起きることになります。選挙の年、パウエル FRB 議長は大統領選は政策決定に何の影響もないと繰り返し述べているが、一部のフェドウォッチャーは今年の利下げが FRB は民主党を非いしていると受け取られる可能性があると懸念している。最初の利下げは6月に行われると見込まれている。問題は今年が大統領選の年だということです。民主党としては は何が何でも再選しなければいけませんがそのためには経済は再生に向けた大きな柱となりますですのでここでリセッションを起こすわけにもいきませんし失業率を上げるわけにもいきませんここまで銀行をはじめとする金融機関が債務不履行の状態にまで陥っていて本来なら状況はさらに悪化していてもおかしくはないはずなのに財政上は大量のばらまきを実行することで崩壊をギリギリのところで食い止めている状況ですそれでもガンの進行は遅らせでも最終的に行き尽く 先はは同じであとと時期だけの問題となりますこのようにアメリカがアンバランスな状況に陥っている中世界経済はもうすでにいくつかの先進国が同時にリセッションに入っている状況で中国においては特に巨大バブルが崩壊している状態にあります問題はここまで爆薬が仕掛けられた状態で先延ばしにされたリセッションの威力は日に日に強まっているということです経済界の巨人たちはここまでの状況を理解していると言っていますが株式市場の参加者は状況を過小評価している とも言われています果たしてこれら爆薬に添加された時どの程度の損害が発生しどこまで波及していくのでしょうかそして1929年以来初めてのマネーサプライの減少は2024年にどのような影響を与えるのでしょうか本日の動画はここまで 最後にエンディングですが、エンディングではレバナス一本リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります。動画のタイトルとしては、米国株はガチ保するな。大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです。実際この動画は先週出そうとしていましたが、動画公開前に動画が削除されてしまいました。Google から衝撃的すぎて YouTube では公開できないと判断されたようです。真実である一方、誰も報道していない内容についてです。米国株投資をして ている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説しています。是非とも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいため、この動画を見逃さないようにしてください。この動画をご視聴いただくには、YouTube では公開できないため、w e e b l 証券の口座解説をしていただき、少額で結構ですので、1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきます。期限は3月31日までとなりました。もともと2月末まででしたが、さすがに日にちがないとのことで3月末を期限としております。ちなみ ちなみにこのウィブル証券は米国で2番目に大きなネット証券会社ということで日本でいう楽天証券とか SBI 証券のような立ち位置の米国版です特に米国株に関しては日本のネット証券と比べると手数料が半額以下ということで前回このウィブル証券を使った方々から大変なご好評をいただきました今回証券講座を開いていただくと3ヶ月間は米国株でも海外 ETF でも手数料が無料となりますまた最近の朝ライブで収集している情報は全てこのウィブル ウィーブル証券さんからら入手すするほど速報記事も送られてきます英語が苦手な方にも日本語に瞬時に変換できるので少しでも早く情報を入手したいという方はぜひこのウィーブル証券を使ってみてはいかがでしょうかさらにこのウィーブル証券の良さは1株からでも買えますし5ドルからでも購入することができます今回はウィ e ル証券と第2弾のコラボという形ですが第1弾で講座解説した方は1000ドル以上の取引でこの特別限定動画をご視聴いただくこともできます今後も YouTube で削除すると されれた動画はこののウィービル証券にてて公開ししいくかもしれませんのでぜひ今のうちに講座解説して特別限定動画をご視聴いただければと思いますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を速報レベルで 毎日無料でご視聴いただきますここで今回の動画をご視聴いただいている方にお得な情報を紹介いたします。私がいつもライブや動画で使っているこのトレーディングビューですが、無料版だと機能が制限されていて、インジケーターも2つ3つしか表示できないという欠点等があります。これをもっと高機能にするためには、有料版に切り替える必要がありますが、それだと数万円してしまいます。今回紹介するのはなんとこれを無料で使える方法をお伝えしたいと思います。やり方は簡単で、LINEFX の講座解説をするだけです。なお、LINEFX の強み はこのトレーディングビューを使えるだけではなく LINE を使っている方なら経済指標や市場の急変動を LINE でお知らせしてくれまた FX 業者の中でもかなりスプレッドが安いためお得に取引が可能です今なら最大100万円のキャッシュバックキャンペーンを実施しています少額の取引でもキャッシュバックがありますのでもうすでに口座開設している人もぜひキャッシュバック特典をゲットしてみてくださいもし FX 口座をどこにしようかなと思っている方がいらっしゃればぜひ LINEFX を使用いただき無料でトレーディングビューの高機能版 を使ってみてはいかがでしょうか本日の動画は以上となります最後までご視聴いただきましてありがとうございます